い、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はすっごい今更なんですけど、メイベリンのカラーセンセーショナルリップスティックの新色をレビューしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、それではレビューをしていきます。今回紹介するリップなんですけど、メイベリンカラーセンセーショナルリップスティックパウダーマットコレクションといって、なんかパウダーなマットリップが登場したらしくって、すごい気になったので今回3色買ってきました。このパウダーマットコレクションはシルキーなジェルタイプのベースにマットパウダーを配合していて、すごくマットな仕上がりになるんですけど、潤うらしいです。発色もいいらしくって、一塗りで綺麗な発色をしてくれて、それが長時間続くらしいです。今回は3色購入してきました。まず1番っていうピンク系の色味と、 RD643 番っていうレッド系の色味と、 RD642 番というレッド系の色を買ってきました。で、他にもベージュ系とかコーラル系もありました。ではとりあえず1つずつ手首に塗っていきます。まず PK641 番です。はい、こんな感じですごくパキッとしていて、とても発色がいいです。で、このピンクはちょっと青みピンクな感じになってます。続いて RD643 番を塗っていきます。こんな感じの色味です。すごい深い赤で秋にぴったりだなって思います。ライトつけてるんで色味が飛んじゃってると思うんですけど、実際見るともう少し暗めの赤色です。最後に RD642 番です。こんな感じでさっきの RD643 番と比べると、こっちの方がとても明るい色味になってます。はい、では唇に塗っていきたいと思います。はい、塗ってみるとこんな感じです。この色はすごいパキッとしている色なので、とても顔が明るく見えます。なんかピンク系ってとてもガーリーなイメージがあると思うんですけど、このピンクはすごいモードな、かっこいい時にも決めれるようなピンク色かなと思いました。私普段あんまりピンク系のリップをしないんですけど、このピンクならとても使いやすいなと思いました。で、塗ってみた感想は、仕上がりはめちゃくちゃマットなのに、パウダーリップなのですごくスルスル塗れます。で、あと塗った後もそんなに乾燥は気にならずに、こう唇を合わせてみてもとても滑らかな感じです。で、まだ長時間つけて出歩いたこととかがないので、あんまりキープ力はわからないんですけど、結構密着してくれる感じなので割と期待できるなと思いました。では次 RD643 番を塗っていきます。はい、こんな感じの色味です。この赤はめちゃくちゃ深みのある赤だなと思いました。赤色にブラウンが足されてるような色味なので、これを塗るだけでちょっと大人っぽさが出るような感じがします。で、これもめちゃくちゃ深みがあるんですけど、私がもともと持っていた同じカラーセンセーショナルリップスティックのモードバーガンディという色なんですけど、下が今回買ったお色になってます。唇に塗って比較した感じはこんな感じです。やっぱりもともと持っていた方が暗い色なんですけど、今回買った色もめちゃくちゃいい色で、本当に少しだけ紫がかったような色味になっていて、攻めすぎないボルドーリップっていう感じがします。今回買った新色の方がマット感が強くなってます。はい、ではラスト RD642 番を塗っていきます。はい、こんな感じの色味です。私今回のこのリップの中で大本命の色だったんですけど、なんかテイラーがよくつけてそうな真っ赤なリップが欲しくって、今回これを買ってみたんですけど、やっぱりすごく綺麗な色味でした。で、私がよく使っている MAC の BU っていうこんな感じの色味のリップがあるんですけど、これもマットのリップなんですけど、このリップにとても似ているなと思いました。 MAC のリップよりもこっちのメイベリンのリップの方が断然安いので、すごくコスパがいいなと思いました。この色味は日本人特有の黄がかった肌の色に合うリップになっているそうです。このリップだけあって誰でも使いやすいような色味だなと思いました。今回の3色のリップ比べた感じはこんな感じです。どのリップも発色が良くてとても塗りやすかったです。私よくマットのリップを使うんですけど、特に秋冬とかはマットのリップを使いたくって、でもマットのリップをつけるとすごく唇が乾燥してしまって、それがすごく悩みだったんですけど、今回のメイベリンのパウダーリップはめちゃくちゃマットなのに、そんなに乾燥が気にならないなと思いました。このリップの値段も1つ1200円でめちゃくちゃお買い得だなと思います。マットリップに挑戦したいって思ってる方や、マットリップ大好きっていう方もぜひ使ってみてほしいぐらいおすすめなリップです。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。